父の教えお仏壇の注文よりアフターサービスば先にせらんたい困ってる人ば助けないかんっておったちゃ仏さんの仕事ば金箔が吹いてもはげない国産仏壇お仏壇の販売が天職長田幸輝でございます2019年7月18日木曜日今外雨ちょっと止んでますね6時53分朝動画でございますあの昨日ですね お客様からですね電話熊本市西区田崎のお客様で仏壇の電気の玉が切れましたということでですねお電話いただきてすぐ訪問電気の玉を公開いたしました、えー、電気の玉100円のみいただきましたあのでですねお客様が おちはすごくとらーって、はーいって、もううちのもっと、これ、うちの先代の父のですね、教えなんですけど、もう仏壇の注文とね、アフターサービスがかぶったとき、アフターサービス先行けて、もう困ってる人も助けなせてって、もうおったちゃん、仏さんの仕事だけんって、もう,もうおっしゃる通りでございますみたいな、今でもそりゃ、まあ、うちの先代の父ちゃんですね、父ちゃん、長田隆で、これ、父ちゃんの若い頃ですね、多分二22歳ぐらいだと思うんですけどですね、父ちゃんでございます。はい。 先代の,の父の教えを守っております、であの本当、わあ助かったって気に入っていただきました、昨ののお客様はです、ね、あの明日お客さんのコラスといて、まい、あ、もて、本当、も助かりましたと言っていただきました、もう心よりお礼を申し上げます、もうこちらこそ嬉しいです、ですから私ですね、あの24時間電話受付してます、ですからもう,あのこう日本でですねあの24時間電話を社長が受け付けてる。 転送で仏壇ってのは打ちだけぐらいじゃないかな、葬儀屋さんはよく聞きますけど、ですねもう私、年中無休、元旦も、真夜中もですね電話取りますので、ですたはいはい多分日本で打ちだけじゃないかなと思っておりますけど、あと、もう我々はですねお仏壇レスキュー隊、お酒も飲んでおりませんので、禁酒しましたから、真夜中でも緊急時にはお伺いしますよ。 はあ、言うてください、こういう形で,です、ね、もう私たちはもう仏様のお仕事でございますであの、熊本のお客様のおかげで我々ご飯が食べられております、我々そしてです、ね、仏壇の山本親方をはじめ職人ですね。ですからもう困った時にはです、ね、何千電話ください、あの別に私から買うてボランチャーはかわんであのよそから買われたお客さんで結構ですよ、あの電話いただければです、ね、訪問して、まあ、あの訪問代は基本的に無料でございます。あの つぐ台だけいただきますのでですね、あのお伺いしてからですね、ピシャッと対応いたしますので一つよろしくお願い申し上げます。もうこれが私の転職でございます。金箔がはい。では、えー、ここまでですね。あのこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ごあてお祈り申し上げます。